えー、皆さん、こんにちは。自民党マルチメディア局長の河野太郎です。えー、ついさっき、ねのマトンカレーを食べたばっかりで、ちょっと汗かきながらのレポートになりますが、えー、今日の読売新聞、朝、えー、開いてみて驚きました。なんと、自民党サイト B のブログ対決が記事になっています。えー、このブログ対決回回目は投票票票総数票第2回が票だったんですけども 第3回、今行われているものは、なんと50万票、投票総数が超える勢いで推移しています。今回のブログ対決は、前回優勝のひげの隊長こと佐藤正久参議院議員、そして大変人気のある山本一太参議院議員のブログ、そして、 新聞記者も写真買いに来るという松本淳衆議院議員のホームページ、安倍昭和の中心的存在である中川秀直前幹事長のブログ、そして大変ユニークな青少年問題、あるいは教育問題を取り上げている長谷博史衆議院議員のブログ、この5人のブログの中から、それぞれ毎日1回、 お好きなブログに一票投じていただく、そういうブログ対決を今やっています。最終日は3月20日です。今日を入れてあと3日、まだ残ってます。どうぞ、この LDP チャンネルをご覧の皆様にも、自民党のサイト B からこの5人のブログ、それぞれ読んでいただいて、その日一番気に入った ブログに一人一日一票ですので、一票を投じていただければ幸いです。ブログ対決第3回、今回がブログ対決、実は最終回なんですが、こんなに盛り上がるとは思っておりませんでした。大変嬉しく思ってますが、投票日締め切りまであと3日、ぜひ皆さんにもブログ対決参加をしていただきたいと思います。今日は私の議員会館の部屋からお届けをしております。 えー、本当はあのぐるーっと、なんかこんなんですよとお見せをしたいんですけども、諸般の事情で、えー、そうもいきません、えー、お許しをいただきたいと思いますあの。議員会館というのは、第1、第2、参議院と3つ議員会館がありまして、東西にこう長く伸びた建物です、真ん中に廊下が走っていて、南側と北側に、えー、部屋がそれぞれ並んでいる。ですから あの運よく南側の部屋に入れれば一生日が当たりますけれども運悪く北側の部屋を引いてしまうと一生日が当たらない、えー、そういう構造になっています、えー、一番人気は第一議員会館の上の方の上の方の階の南側、えー、つまり自分の部屋から首相官邸を見下ろすことができる、えー、そういう部屋が一番人気だそうです私の部屋は 第二議員会館の南側の、南側の二階の階段のすぐ脇という。一番通行の便がいいところを運良く引き当てました。今日は、私の議員会館の部屋からお届けをしております。ブログ対決第三回、最終回、最後の三日です。ぜひ、皆様にも。 自民党サイト B を覗いていただいてブログ対決に1票参加をしていただきたいと思います1人1日1回投票することができます今や50万票を超え最後の3日で100万票いかないかなそう思っているところでございます自由民主党マルチメディア局長河野太郎でした